はい、ありがとうございます。先ほどまでは国際教育に興味を持ったきっかけっていうところで、大学時代国際教育に関係するような専攻をして、ヨーロッパ横断をした後に具体的に教育っていうところに進もうと思ったと。で、教育っていうところに進もうと思って、国際教育の道は外れるものの、小学校先生に3年間勤められてるというところまでお聞きしたんですけど、そこからちょっと JICA 海外協力隊に応募したきっかけって何だったのかなっていうところもお聞きしたいなと思ってて、実際 JICA 海外協力隊に応募したきっかけって何かあったんですか？実は協力隊に行ったのって応募3回くらい。あ、そうなんですね。やはり大学生の頃から協力隊に行きたいっていう思いはありました。はい、そういうことですね。実際3回受けられた時って、1回目はいつ受けられたんですか？1回目は大学生の頃ですね。あ、そうなんですね。で、そこあんまりうまくいかなくてダメでした、はい、2回目はいつ受けられました？2回目は教員になってすぐの時に受けました、うんうん、あ、そういうことですね。で、もう1回ダメで、で3回目教育の経験もあるし海外の経験もあるっていうところで満を持して3回目受けたわけですね。そこはじゃあ問題なく通ったって感じなんですね、はい、ありがとうございます。実際それで JICA 外国協力隊ってもともと、じゃあ大学生の時から知ってたっていうような感じなんですかね？大学の授業とかでも JICA の方が来られて協力隊の話される時もありましたし、あとは大学の先輩とかで協力隊に行ってる方もいたので知ってました、はい、ありがとうございます。ちょっとお聞きしたいなと思ってるのが、 JICA 海外協力隊大学生の時にいろいろお話聞いたじゃないですか。どこが一番魅力的に感じました？やっぱりその憧れは強かったと思いますね。で、特にその途上国アフリカにも行けるし、はい、貢献したいという思いが強かったんで、うん、あとは先輩方、うん、協力隊 OBOG の話を聞くと、はい、すごくキラキラしてて、はい、いいなと思ってました。いや、やっぱ楽しさがあるって感じなんですかね面白く語ってくれるというか、まあ、そういうのがあるってことですね。ありがとうございます。じゃあ実際 JICA 海外協力隊を応募されると思うんですけど、具体的に応募してる職種とか専攻してた国とかちょっとお聞きしてもいいですか？小学校教育、それかコミュニティ開発、その現地の人の収入向上とかをする職種があるので、その2つのどっちにしようかなというふうに考えてました。はいはいはい。で、国はサブサハアフリカですね。あ、じゃあもうアフリカに一択でやったわけですね、はい、そうなんですね。じゃあ実際小学校教育とコミュニティ開発、この2つで迷った時に小学校教育にした理由って何だったんですか？そうですね、自分自身のキャリアを考えた時に、まあ、今まで教員として働いてて、やはり教育でつなげた方が自分自身にとっても学びが多いんじゃないかと、はい、いうふうに思って最終的に小学校教育にしました。なるほど、ありがとうございます。サブサハラアフリカって実際どこの国を専攻したかって覚えてます？全ての国をこう選ぶことはできないんですけど、応募の時にその小学校教育で募集してる国ということで、はい、一番自分自身に合ってるなと思ったのがナミビアで、はい、国と第三はウガンダにしてました。あ、そうだったんですね。ちなみにナミビアとウガンダは小学校教育の募集内容みたいなのが違ったって感じなんですかね？自分自身 の算数を今まで教えてたとかっていう経験をすごく活かせそうだなって、3行か4行ぐらい要請内容を読んだ時に直感的に感じたのがナミビアの応募でした。なるほど、ありがとうございます。じゃあ実際第一志望はナミビアにして、第二第三はウガンダにして、まあ、小学校教育で応募されたということですね。実際行かれたのはどこの国になりますか？ウガンダウガンダなんですねなるほど。じゃあウガンダに行くっていうのが決まって、選考の内容もお聞きしたいんですけど、はい、面接あったと思うんですけど、はい、どういう面接だったかって覚えてますか？面接は2つ分かれていて、はい、一般的な質問と小学校教育だったら教育に関する質問と2つあったと思います。なるほど。実際その一般のところは具体的な質問ですよね。なんで応募したのかなみたいな志望動機とかを言って、小学校教育のそれに関するような面接っていうのはどういう面接だったんですか？覚えてるのは、例えば円周率を説明してくださいっていうのを覚えてますねはい、なるほど。そういった面接を2回終えて実際ウガンダに行かれるってことなんですけど、ウガンダに決まった時ってどういう感情だったかって覚えてます？今電子化されてるかもしれない。当時はまだ書類がこう送られてきて、はい、部屋で開けてウガンダだと思って、はい、地図帳ですよねまず地図帳とか確かにね、ウガンダどこだろうまあみんなそうなりますよね、確かにでも嬉しかったですか？あ、嬉しかったです。なるほど。じゃあ実際ウガンダに行くことになったじゃないですか。ウガンダって実際言語は何で生活する感じになるんですか？現地語がもちろん使われているんですが、あとは英語が通じます。なるほどですね。ちょっとじゃあこの後は実際にウガンダに行かれた後どういうお仕事をされていて、どういうふうに生活してたのかっていうのをお聞きしたいんですけど、まずはちょっと生活環境から聞いていこうかなと思ってるんですけど、そもそもウガンダに行きました、ケニアさんはウガンダに行かれてどこに所属されてらっしゃったんですか？現地の村の小学校ですね。
そうなんですね。じゃあ小学校に教員の一員みたいな形で入ってた感じなんですかね。はい、住まいに小学校の敷地内に住んでました、うん、そうなんですね。実際その小学校ではどういうことをやってくれっていうふうに言われてたんですか。基本的には科目の指導するっていうことを、はい、あとは詳しい内容は校長先生とか、はい、この現地の先生と話して決まりました。なるほど。じゃあ実際校長先生と向こうでお話をして何と何と何を教えるみたいな感じって決まりました。算数、はい、あとは体育、図工とか上層教育がなかなかやっぱり行われてないっていうところがあって、うんうん、2つですね、算数と上層教育をしている。なるほど。ちなみにちょっと僕教育に関してあんまり詳しくないんで教えてもらいたいんですけど、上層教育ってどういうことなんですかね。いや、あの上層教育は基本的に音楽とか図工とか、はい、いわゆるその国語算数とか、はい、はいはいはい、あの科目のことです。それを上層教育って言うんですね。心身じゃないですけど感性とか、まあ、そっちをこう高めていくっていうところです。なるほど。じゃあそういうところに入っていったっていう形なんですけど、実際生活環境っていうところもお聞きしたいなと思ってて、ウガンダの小学校の中の敷地でケニアさん過ごされてたと思うんですけど、電気とか水とかありました？場所にはあると思うんですけど、私のところは結構あの田舎だったんで、はい、電気は通ってる電気はないので、はい、ソーラーパネルで電気はもらってました、はい、で水はやはり蛇口がなくて、はい、近くの井戸に汲みに行く。はい、はい、なるほど。じゃあザ・アフリカを経験されてたと思うんですね。電気なし水なしというところですね。ありがとうございます。実際あの JICA 海外協力隊で今生活環境とかお聞きしたんですけど、具体的に2年間生活されてると思うんですけど、どういう生活を送られてたのかっていうところもちょっとお聞きしたくて、1日のスケジュールってちょっとお聞きしてもいいですか。普段学校の授業があるときは朝6時とかも6時半そのくらいに起きて、はい、学校まですぐなので、はい、7時ぐらいに学校に行って子供たち来るので朝の授業を行うと。で、まあ、午前中授業があったりなかったりいろいろあるんですけれども、はい、まあ、基本的には午前中算数の指導あるいは体育の授業をして、でお昼になって午後も3時頃まではそういった形で授業をします。はいはいはい。で3時過ぎからは少し休憩とか遊んだりする時間もあるんですけど、夕方高学年には授業をしてました。なるほど。そうなるとあんまり日本の生活と変わんないようなイメージあるんですけど、そんなに変わんなかったんですかね。ただその教える指導の時間とかは長かったですね。そうなんですね。どれぐらい変わったとかってあります？時間だけじゃなくてスケジューリングとかが全てが整ってるわけではないので。ああ、そういうことか。そのあたりを上手にコミュニケーションとか、まあ、空いてる時間に教えるとか、はい、まあ、そういった形でここにいたというのはありました。なるほど。実際生徒さんって何名ぐらいいらっしゃったんですか？私の学校はすごく小さな学校で全校生徒でも300名くらいでした。ただウガンダは平均的にはもっと1クラス50人とか60人とかっていう学校も結構あったので、はい、そういう意味ではウガンダの平均的な学校よりは小規模な学校。そういうことですね。ちょっともう少し深掘りしたいなと思ってるんですけど、小学生に対して授業するじゃないですか、はい、日本とかだったら黒板とかあると思うんですけど、はい、ウガンダって黒板とかってあるんですか？あります。基本的にやっぱり黒板でチョークで文字を書いて教えるというのが基本です、はい、あ、じゃあもうチョークもあるんですね。教科書も子供たちは持ってないので。あ、そういうことか、はい、先生が書いたことが子供たちが学ぶことみたいな感じに授業が展開されています、うん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 、なるほど。ちょっともう一点だけお聞きしたいんですけど、日本で生活してるとアフリカの人たちってノートも鉛筆も持ってない人が多いんじゃないかなみたいなイメージあるんですけど、実際ケニアさんが教えられてた生徒さんって鉛筆とかノートとかそういうのって持ってました？ノートと鉛筆は基本的に子供たち持ってきます。ただまあ家庭の事情で十分にそういう学級品が買えない家庭とかっていうのもあって、そうなるとなかなか学校に通えない子供たちとか、あとは徐々にこう学校に来られなくなっちゃう子とかっていうのもいました、うんうんうん、なるほど。ありがとうございます。2年間そうやって授業されてたと思うんですけど、まあ、僕からしたら異国の地で授業をするって結構ハードル高いんじゃないかなと思っていて、ケニアさんが今まで小学校教員として教えられてたじゃないですか、日本で、はい、実際そこで生きた経験とかってウガンダであったりしますか？授業は本当にうまくいかなくて、私 も、うんうんうん、もう最初から日本で教えてたように子供たちに伝わらないとか言語の問題があるとかもいろいろあったんですけれども、うんうんうん、来た経験としてはやはり児童理解、うんうん、まあ、子供たちが今どういう風に感じてるのかなとかっていうのは、まあ、日本で経験してたこともあって分かりやすいというかキャッチができたのかなという風に思います。児童理解っていうのはいわゆる先生が生徒が何を考えてるのかっていうのを認識してみたいな、 そうですね、それに対してアプローチするみたいな感じなんですか？はい、あとはまあそのどのぐらいのレベルが分かってるとか、はい、分かってないとかっていうこともまあ含めてということですね。なるほど。確かにそこは日本海外関係なく共通しているところかもしれないですね。実際そこで2年間ケニアさん先生としてウガンダで過ごされたと思うんですけど、その2年間で学んだことってどんなことがありますか？ボランティアっていうとこう自分が何かをするっていう印象結構強いんですけど、
のというよりはむしろ村社会自分も持ちさせていただいて、うんうん、そこで多くのことを自分自身がこう学ぶ、はい、学んだことの一つはやはりウガンダの教育とか社会っていうのはどういうものかっていうのはそれ今までとは違ったというのはすごくありました、うん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 、ありがとうございます。でこれからは大学院に関してお伺いしたいんですけど、そもそも大学院はどちらに行かれてたんですか？